西日本指定銀行は地域に根ざしたプロモーションを目的に福岡を拠点に活動するアイドルグループ HKT48 を CM に起用することを発表しました。西日本指定銀行と HKT48 の新 CM は今日午後に開かれた共同記者会見で初めて披露されました。西日本フィナンシャルホールディングス。ねえすごかろ、結構たまったっちゃけど。ほんとやん、やっぱりアプリで貯められる。新 CM ではメンバーの田島メルさんらが西日本指定銀行の制服を着用、銀行員として公式アプリを PR しました。私たちに西日本指定銀行さんからありがとうございましたってお花をいただいたんですけど、私が制服姿でお花をもらってたので、ことぶき退社する人みたいだねっていうふうに言われてたので、結構似合ってるねって言っていただけたので、一日体験してみたいなっていうふうに思いました。西日本指定銀行は HKT48 の専用劇場で命名権を取得、西日本指定銀行 HKT48 劇場と名付けるなどタッグを組んでいて、今回も持ち前の明るさで地域を元気にという思いが一致したということです。